東京新聞の望月磯子さんがツイッターの方にツッコミを入れられたという話、まあこれネット界隈ではもう大騒ぎになっております。まず望月磯子さん7月8日ですねツイートしたのが疑念だらけとしまして、原発処理水の放出にお墨付き、 IAEA は本当に中立か、日本は巨額の分担金、電力業界も人員派遣、 IAEA はどこまで信を置けるのか、かねて日本政府は IAEA に巨額の分担金や拠出金を支出してきた、 IAEA のお墨付きは中立的な立場から出たと受け止めるべきかと、ご自身の東京新聞の記事を引用してこんなツイートをしておりました。これに対してですね、まあ、つまりどういうことを言いたいのか、望月磯子さんは、日本が IAEA という機関にお金を出して人も出しているから、日本にとって有利なような判断をしたんではないか、すなわちそれは処理水です、福島第一原発のから出た地下水とかのやつですね、あれを処理して今度この夏にでも放出を、海洋放出、海に流しましょうという動きがある中で、 IAEA の方がチェックに入って、そして問題ないですよと言ったことに対して、果たして中立なのか中立性があるのかということを言っております。まあ、これについてズバリとばかりにツイッターの方が指摘をして、このコミュニティノートという機能でして、この望月磯子さんのツイートに対して、国際機関には加盟国の義務的拠出金があり、経済規模に基づくためアメリカ中国に次ぐ第3位です。まあ、日本は巨額のとか言ってるんですけれど、アメリカ中国が出していて、で日本は3番目なんですよ。で2021年に派遣された日本人の職員数は41人、全職員2550人のうち 1.6% に過ぎません。幹部以上は1人のみ、ということで MOFA なんで、これ外務省ですかね、外務省の方の引用が貼ってありまして、そちらの方で、まあ、正しい情報がこちらですよという注釈機能が入れられるようになっているという形で、この引用元を示した上で訂正が入っている。うん、白がこう言ってます。赤っ端。赤っ端。望月磯子さんのツイートなんですが、元は東京新聞の記事です。やはり原発処理水の放出にお墨付き、 IAEA は本当に中立か、日本は巨額の分担金、電力業界も人員派遣ということでして、まあ、これ望月磯子さんの個人的見解のようなツイートではあるんですが、論旨においては東京新聞の記事に対してツイッターの方が訂正を入れた、まあ、より正確に言いますと、これツイッターのツッコミというよりもツイッターにの参加者、ユーザーの中でこのコミュニティノートに、まあ、ツッコミを入れる係っていうのを募集しているというか、まあ、自主的に応募できるんですよ。面白そうなんで私も一応応募したんですけど、まだこの資格通ってないです。基準は明らかにされてないです。まあ、この手の話っていうのは大体基準は明らかにされないです。まあ、後にちょっとずつ出てくることがあっても最初の時点では公開されることはないかなと思います。これはネット業界では当たり前のことなので、ネット業界では裏取りというのが大変難しい業界でもあります。一応この私 IT ジャーナリストなんですが、 Google さんが何かを始めた時に、 Google さんこれどうなんですかって聞いても、それは社内秘なんで教えられませんって答えられるのが関の山なんですよ。それはアルゴリズムというのが彼らにとっては商品なんで、そこが出てこない。そこで何か、オシントです。オープンソースインテリジェンス、公開されている情報をつなぎ合わせて真実妥当性が高い、まあ、多分こんなとこだろうなというところを仮定して、カッコ仮にしておいて、で今度は別の事例でそのカッコ仮と同じ現象が起こると、あ、そういうアルゴリズムで動いているのねっていう形で確認していく。よって今時のマスコミの皆さんがポンコツに見えるのは、このオシントの手法がお苦手。そしてこの望月磯子さんのツイッターというのは7月8日の午後6時41分ですから、だいたいこれが48時間近く経ってますかね、この番組を今お届けしている時点で、なんと 1105.9 万、1106万って言ってもいいですかね、インプレッション1106万回見られている赤っ恥ということになります。しかしですね、これ東京新聞さんだけじゃないんですよ。東京新聞さんだけじゃないんです。
続きまして、この手の界隈と言いますと、こちらを忘れちゃいけません。ライブドアニュース、多様性の象徴、レインボーカラーの靴下隠して、福岡地裁同性婚訴訟で傍聴人にということでして、虹色柄の靴下を履いて傍聴に訪れたところ、法廷の入り口で職員に止められ、職員が用意していた粘着テープで虹色柄を覆うように求められたという、まあ、これレインボーですね、ラブ&ピースと書かれます、まあ、こちらを隠すようにと言われたということなんですね。でこれライブドアニュースっていうことなんですけど、こちらの記事どこどこどこって見に行ってみました。すると朝日新聞の記事でした。こちらに対してもツッコミが入っています。ツイートに記事に関する重要な背景が欠けています。この措置は法廷警察権で定められており、裁判の公平さに影響があるため通常の手続きを取ったものです。傍聴席には特定の思想や主張を意味する衣服などを身につけて入場することはできません。例えば傍聴席にそうした衣服の人間を大量配置し、圧力をかけることができてしまいます。どういうことかと言いますと、これ同性婚訴訟なんですよ。同性婚訴訟ですから、まあ、この同性で、まあ、結婚したいとか、それに対して損害を求めますとかっていう裁判で、まあ、それに関するファッションをしていたんで、まあ、そこ隠してくださいねということ。こちらのツッコミにもありましたように、何かの思想を持っている、その思想を認めさせようという裁判において、まあ、それっぽい格好をしてみんなガラーッと傍聴席に並んでいたら、裁判官もまあ一種の圧力プレッシャーを感じるということから、これ当たり前のことをしているだけですよと。ライブドアニュースになっておりますが、朝日新聞の記事もこれまた赤パジ、虹色ですけど赤っパジになっていたということ。東京新聞、朝日新聞と来ますと、もう一つあそこです、あそこ、いわゆる ATM、 朝日、東京、毎日。日本人なのに不法滞在と宣告されました。国籍法と教授の戦い。両親は日本人で自分も日本で生まれました。教授は家族の介護のために日本へ戻ってきたのに不法滞在のような扱いを受けるのは理不尽だと思い立ち裁判に打って出ました。はい、これにもツッコミ入りました。ツイートに記事内の重要な情報が欠けています。この人物は自らの意思で2007年に日本国籍からカナダ国籍に移行しています。国籍法第11条1項によって、日本国民は自己の希望、死亡、希望ですね、あの志す望み、自己の死亡によって、外国の国籍を取得したとき日本の国籍を失うと規定すると定められています。カナダというかアメリカに留学行って、そこで現地で知り合ったカナダ国籍の男性と結婚して、そしてカナダに住んでいたんですけれど、カナダの方の政府の研究費を助成を受けるのにはカナダ国籍を有していなければならない。そこでカナダ国籍を取りました。ご両親、日本にいるご両親の介護のために来日、国籍的には来日をしました。この時にちゃんとした手続きを取っていれば、日本の在留資格というものは、合法的な在留資格は得られたんです。なぜか日本には国籍があるから、バッチリとした国籍があるので、実施、自分の子供ということの証明がとても簡単。よってその介護をされるご両親の息子娘、これをはっきりさせれば、在留資格というのは諸外国に比べていともたやすく取れる。その手続きを取っていなかったんじゃないか、だから不法滞在になったんじゃないかということ。おはようテラちゃん、コメンテーターとしても おなじみのビズマーラ恵子さん、なぜか今トレンドに上がってるカナダ国籍、毎日が変なタイトルつけて炎上してるけど、この下の朝日の2022年、昨年ですね、12月23日のニュースと同一人物だよね、なぜ今更ということで、重国籍を認めない国籍法は違憲、カナダ国籍の大学教授が提訴、朝日新聞デジタル。というわけで、このビズマーラさんの引用したリンク、今の時点で直接飛べないようになってますんで、 Google 先生に尋ねてみました。それがこちらの記事でして、重国籍はということで同じものがあります。どういうことか、これですね、ソースロンダリングだとか、あるいはマスコミブーストとかって言われる多重事故のような手続きで、手続きとかテクニックでして、手口です、手口。一つのネタを朝日新聞が伝えました、これなかなか火がつかないぞ、あるいは火をつけるタイミングで他の媒体、まあ傾向が似てる ATM とかがさみだれ式に報道するんですよ。
そうするとあちらこちらで点でバラバラに報道されているようでいて、元のネタは1個、地下茎でつながる杉な杉の子のように点でバラバラに生えているような葉っぱ、葉っぱのようでありながら全部地下でつながっている、その手口が使われていたんじゃないかな。これ2年前になりますかね、出発点は。ファミリーマートのお母さん食堂の時もこの手口使われておりました。あるところが伝えて、そこで火がつかなかったら他のところ、他のところ、他のところ、あ、主にこんな人たち、こんな人たち、こんな人たちという形で、まさにさみだれ式にやって炎上をしているかのような、みんな盛り上がってるかのようにやっているんですが、探していくと辿っていくと根っこは1個、まあこれもその手口なのかなというところ。これが今までの話だったんですよ。これが偏った情報、本当に正しい情報なのかという疑念があります。私今日確認した限り、大体こんな人たちの方で、ツイッターの方のそんなチェック正しく、そこにネトウヨ、ネコウヨ、ネコウヨとかいたら、そっちの方に偏った情報になるんじゃないかという、まあそういう指摘があって、まあそれはその通りだと思います。ただ、冒頭お話しましたように、ツイッターの方では一定の基準を設けている。すると、何人もの、これ、訂正の記事が、ツッコミが、ツッコミそのものが間違っていたよというツッコミがあれば、これは多分なんですけれど、そのコミュニティノートの執筆者、その資格をミョイって取り上げられて剥奪されるかと思います。そうやってみんなの声に耳を傾けて、より良いものにしていく、これ民主主義なんですよ。そしてネット空間ってこういうもんだったんですよ。イーロン・マスクさんはもう典型的なネット民。イーロンネット民。なのでこのネットの力を信じているからこそ、このコミュニティノートを導入したんじゃないかなと思います。もちろんこれが成功するかどうかは分かんないです。これからの運用次第です。ただ私はこのインターネットの民衆の力を、民主主義的な方法を信じていて、これを、ここだけの話ですよ、2006年ぐらいから何て言ってたかっていうと、集合知、集合知って言ってたんです。みんなの意見は案外正しいという本がありまして、ここをベースとしてみんなの意見をまとめていくと、まあ、そこそこ正しい答えにたどり着くんじゃないかな、おいおいそれは民主主義じゃないかいっていう、まあオチがつくんですけどね、そんなようなオチツイッターの方でもついております。インプレスウォッチ、ツイッターユーザーによるファクトチェック機能、あ、ファクトチェック機能、日本で正式提供、ファクトチェックイニシアチブとかありましたけど、あの人たち今何やってるんですかね。 Google 先生からお金もらって、 Yahoo さんからもお金もらっていて、そしてファクトをチェックするものといったらケムトレイルですか、ケムトレイル、ね、まあ、そんなところ。ところがこれはもう完全に民衆の力を信じているイーロン・マスクさんらしいアプローチかなと思うのが、はい、ツイッターのコミュニティノートは誤解されやすい情報に背景情報をつけるだけが基本方針であり、であり、本記事のファクトチェックというタイトルでは間違った情報を正す機能と誤解されやすいものです。以下の URL は公式ツイのコミュニティノートについてのガイドです。背景情報を付加するものであり、ファクトチェックとは違うことを理解してくださいと、インプレスさんにもツッコミが入っておりました。よって、今イーロン・マスクさんのやってる取り組みということを成功するかしないかはこれからの話です。ただし民主主義に基づいたアプローチを次から次へと導入しているツイッター、イーロン・マスクさん率いるツイッター、これをなぜか批判的に報じる、なぜか批判的に伝える日本の地上波テレビ、地上波メディア、彼らはなぜか中国とかに寄り添って、そしてロシア方面に近い、あら、なんだか似ている、つながってるような。マスコミもまた、とりわけ地上波テレビというのは、限られたテレビ局が情報を握っています。すなわちネットがありますのように、みんなが点でバラバラに好き勝手なことを言って、これ正しいのかな、正しくないのかなって議論ではなく、上から目線で押し付ける。それが地上波テレビ。どうやら自分たちにとって一番の敵というものが分かっている。よってこれがイーロン・マスクさんの批判の、ツイッター批判になっているんじゃないかな。まあ分かりませんけどね、いずれにせよ今新聞が SNS 空間で、いやツイッターにおいて赤っ端をなんだかでもぴったりくるんだよな、赤色赤色赤っ端を書いているという、今日この頃でございます。